皆さんこんにちはでございます、ドラゴンクエスト4ですね。あ、私ドラゴンクエスト3で前回言って終わっちゃったかなかもしれないですね。やっていきたいと思いますね。ルーラで謎の教会なんですが、ちょっと敵強いんですよね。でこのメンツで行ってるので、まあ、ミネアさんだっけ、そうだよね。レベルが追いついてないんだよね。デーモンスピア、そうね。ライアンさんがデーモンスピアみたいなんで、一応これ、見せてみましょうか。あとはぐれメタルの剣を手に取って見せると、うおー、これは冒険者ね。誰もが見るはぐれメタルの剣。ただ、強いばかりでなく、割合非力な人間でも装備できる、まさに地上最強の剣です。作り方に関しては一切公開されていない、謎のいい武器でもあります。実は材料にはぐれメタルは使われていないという説もありますが、果たして、これを装備できるライアン、ミニア、アーチ、クリフト。私にも装備できますね。とにかくこの武器を手放すべきではないですぞ。ほよよよよ。おう。うわー、トルネコさん上がる。でも奇跡の剣だもんね。もったいないよね。むちゃくちゃ暴力的になれるね、ミネアさん。ああ。クリフト、うわ。ちょっとミネアさんで調整しますか。でもミネアさん殴ってる場合じゃないと思うんだけどね。そうね、ちょっとやめときましょう。さあ、じゃあね、行きましょうか。あんごめんなさい、変な声出しちゃって。宿屋なかったのかい、ここ。あ、ないな。しまった。宿入ってくの忘れちゃった。あらま。ライアンじゃ無理ですよ。宿泊まってくの忘れちゃったね。ただ、歩いて回復するのはいいですよね。何人かがもう歩いて回復できますんで、あとあれだね、またカンニングしますけど、光のドレスをね、もうあまり役に立たないという話もあるんですけど、ちょっとね、取ってみたいもんではあり、ちょっと待って、私。そっか、あれだよね、いろいろもらったのはもう装備しちゃったよね。そうだね、はぐれメタルの盾か。そうだ、豪傑の指輪もね、やっちゃったから、はぐれメタルの盾はちょっと欲しい気がするけど、どうなんでしょうね、たまるのかな。ブライさん欲しいんだけどね、トルネコさんがいたらね、鼻聞かした上で見に行くっていうのができるんで、ちなみにここで使ってみましょうか。道具じゃなくて呪文ね、トルネコさん。宝の匂い。ね、もう宝はないらしいと。で、呪文、トルネコさん。ここでも、こっち方面に、彼らが行くのは良くない気がするな。敵明らかに強いもんね。ね、で、作戦でね、ミニアさんだけ命令させていただきましょう。戦う。その銀のタロットでね、あとパルコンテ祭りも正直したいんですけど、はい。
もう一回銀のトロッコね行きましょうね。トルネコさんちょっとね面白すぎるね。ごめんなさい、ちょっとメッセージ変更読んでお願いしますね。銀のトロとね、結構頑張れるよね。あ、いい感じいい感じ。あ、マーネさん使ってくれるんだもんね。トルネコさん力貯めてた今。お、結構いい経験値入ってきましたよ。あ、なんでこんな経験値入んの。あ、ミネはレベル39に上がりました。サネピトンが増えた。あ、ひょっとしてタロットの正義のタロットじゃないか。なんか2倍って言ってたよね。ヒットマドが5増えてマジックバーが3増えて、あ、ミネの能力が増えました。さあこれ、1、2、1、3、3、10か。お、結構な経験値入りましたよ。ミネヤさん何本今。あ、それでも39か。結構いけそうだね。銀のタロットね。効かないね。あとはね、ミニアさんが引いてはいけないカードを引くのかな。祈りましょう。あら、あ、一気に効きましたね。あ、でもトルネコさんやばいな。もう一回使ってみようか。あ、いい感じ、回復だよね。あ、おお、全開だ。すごいね。ベフマラ、ベフマチコ、どのレベルだろう。これミニヤさんが引いてはいけないカードを引いちゃうと、ここ馬車来てないもんね。あー、やばいね。一応マーニアさんリレミトあんだよね。聞く？あ、よかった、聞いたわ。ということはここでまだまだ叩く。こんなとこ戻ってるの？どこここ？あ、そうだ。あ、そうか、ここ入ったからか。うん、じゃあもう一度ここから行きましょうか。ちょっとねレベルをしばらく上げるのとお金稼ぐのですね。よいしょっと。宝の匂いね。あ、もうないらしいと。さあ、よいしょ、あったあった。これが闇の洞窟になるのかな。どうなんだろう。もうちょっとさっぱりわかんないんですよね。トルネコさん、宝の匂いね。はい、ないらしいですね。ああ、そうだ、いろいろ分かれてたんだったね、これね。で、こっち行っても結局帰っていくんだよね、確かね。でも、行っちゃいましょうか。あー、ガーディアンね。あ、ちょっと痛いね。ちょっと今カンニング中ですので、使えるね、ライアンさんのやつ。銀のタロットね。うわー、来た来た。あ、よかった。やっぱり言ってたことがそのまま来た。やっぱメガザルの腕はそうなるんだ、やっぱり。ザオラルいける？
生き返った。よかった。じゃあね、もう一回引いてみる。まあ死にがねえんだよね。ガザルの腕輪が一個吹っ飛んじゃいました。あー、まあそりゃそうだよね。守るルビーね、これ装備しましょう。デーモンスピアいいね。ライアン専用っていうだけあるわ。あとちょっと待ってね、ミニアさんどうしよう、どうしようかな。ここは賢者の石ね、ミニアさんが持つべきかもしんないね。そうだね、そうね。で、マーニャさんの聖水は袋入れときましょう。いや、びっくりした本当に。まあ、ライアンさんに尻尾のね、バンダナはめても仕方がないもんね。もうあんだけ遅いから。ちょっとやそっとだよね。じゃあ、賢者の石使いましょう。ただ、賢者の石がね、思ったほど、やっぱり3の時に良すぎたのかな。もう全然、ベホマラじゃないですもんね。あら。あら、結構食らうね。選ぼうじゃないんですよね。だもんで、経験値悪いね、やっぱりここの時は。あ、そうだそうだ、やっぱりここは来るだけ無駄なんだ。そうだよね。あ、トドマンね、なんか久しぶりトドマン。賢者の石としてみましょう。お、子守唄？お、一匹は眠ったか。一？じゃあ、木のところでいきましょうか。お、来た来た、これこれ。今もう、マーニャ、ミニアさんが死んだら、あれだね。すぐリレミトだね。おお、毒針より出るね。さあ、このパーティー、このメンツでもいけてますね。銀のタロットね。これあれだっけ。あ、マヌーさんがね。右にさりげなく渦潮キングがいたんだね。さーて、じゃあ銀のタロット使いましょうか。魔法使いますしね。あれ、ライアンさん生きかけてるね。いつの間に。どうするべきかな。こりゃどっちかというと祝福の杖だね。なっちゃうんだね。じゃあもう一発ライアンさん出てきますか。あ、やっぱりミニアさん素早くなったね。だいぶね。これはいいや。さあ、ここで一
を賢者の石にしましょうか。あ、やっぱあのあれだね、タロットだね。あの経験値4000何歩入ったっていうのは、4000何歩入ったら嬉しいな。はい、じゃあタロットね。あ、これか、経験値2倍って多分星のカードね。さあ、じゃあね、賢者の方になっていきましょう。はい、おお、やっぱり経験値倍入ってるわ。あー、星のカードいいね。で、こっち戻ってきて上がって、確か右上の方行くんだね。あー、グリオンって言ったね。いいのだろうね。ここではないんですね。クリアするまでの洞窟なんですね。で、確かこっち行って、あとあの、はぐれメタル？今日は違った。はぐれ？メタルキングでしたっけ？なんかと、あとなんかダイヤモンドみたいなね、スライムのでかいの。あそこあたりをね、南国とかやっつけたいね。ニワトリと卵はしばらく勝てる気がしないね。あ、痛い痛い。あ、これ敵4匹いると一緒だよね。ドラゴンとノッ、あ、かっこいい。ノッテルまで来るからね。じゃあ賢者使いましょう。この猫さん大声か。はい、やっぱトル猫さん奇跡の剣だからあれがいいね。生存率がヒットポイント高いわ。レベル39に上がった。ヒットポイントが10に増えた。結構増えますね。さあ、これ11322 11329ね。トル猫さんちょっと
はぐれメタルの剣はめさしてみろか。30上がるけどね。はい、こうするとどうなるかちょっと見てみましょうかね。あ、じゃあね、ちょっと時間良くなったのでこの辺で終わっておきましょうか。ドラゴンクエスト4この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。